はい、皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。KK でございます。ということで、やっとね、究極の流れ切り連携の体験装備、完成しましたので、皆さんに紹介したいと思います。まずは、武器防具からになりますが、武器が、特殊魔外マガドの、体験になります。こちら攻撃力330、切れ味紫爆破属性スロットが3と2のスロットが開いております。で、百竜装飾品もスロー2が開いてます。これがね、非常に強くて、今までは激高ラージャンの体験法を使ってたんですけど、それと比較しますとこんな感じになってます。攻撃力は同じで、切れ味ゲージが、激高ラージャンの体験の方が3倍ぐらい長いのかな、 2,3 倍長いで、属性が爆破と雷。やっぱり流れ切り連携ってやっぱ手数が出る連携なので、普通の属性より爆破でどんどん固定ダメージを与えた方がね、強いと思いますので、爆破属性の方が流れ切り連携的にはいいんじゃないかなと思います。で、回心率はお互い0で、スロットの方が、マガード体験の方がスロー3とスロー2なんで、ちょっとね、枠が広がってます。で、そして、何より百竜装飾品の方がスロー2なので、マガロ体験の方が非常にちょっと自由にかなり幅が広がっております。だから、その流種特攻とかそういうのもつけられますし、まあ、今回今つけてるのが、なんだっけ、この炎王竜の魂っていう百竜スキルなんですけど、これがね、爆破属性、爆破時のダメージを少しだけ上げてくれるスキルになりまして、さっきカエルのさっきの試し切りやったんですけど、爆破100のところが120になりましたので、少しダメージが増えるって感じでになってます。まあ、ここをね、例えばこの破竜にしたりとか、いろいろ粒子特攻になったりとか、この画獣子特攻とか、かなり幅が広くなってるんで、マガロ体験の方がかなり優秀かなと思います。で、唯一の欠点といえば、そのラージャン体験と比較して唯一の欠点といえば切れ味ゲージなんですよね。で、やっぱ切れ味ゲージ流れ切り連携だとかなり消費するんで、ラージャン体験の方がいいんじゃないかなっていう意見もあると思いますが、それをね、解決してくれる優秀なスキルがございます。それが、達人芸というスキルになってまして、こちらが会心発生時に切れ味の消費をレベル3だと 80% で切れ味を消費しなくなります。これが非常に優秀でして、今回の装備が、渾身込みで 100% の回心率がありまして、通常が弱点特攻込みで 90% で、渾身が入って 100% って感じになってまして、それで回心 100% 状態でひたすら切り続けて、回心発生時に 80% で切り味が消費しないということで、これにより、切り味がゲージが短くても、これの3倍4倍の切れ味をね、実際は誇ってくれる素晴らしいスキルになってるん で、実際どれぐらい違うのかなっていうのを検証してみたんで、そちらの動画をまずご覧ください。検証時に使ってる攻撃が交流切りの 1,2,3、 これをひたすら、達人芸ありの方は回心 100% でひたすら切り続けて、で、達人芸なしと比較してどれぐらい差があるのかっていうのをね、検証しましたので、そちらの方まずはご覧ください。どうぞ。
はい、どうだったでしょうか。達人芸なしが、交流切り7往復、まあ、21回切れましたね。21回切って切れ味が白、まあ、20回ぐらいかな途中で切れたし。で、達人芸あり、まあ、80% の確率なんで、やっぱ結局確率論になってしまうんですけど、試したら、27往復約4倍ですね。達人芸なしの約4倍。なので、この切れ味ゲージが4つ分あります。紫ゲージは。4つ分あると考えてください。多分、匠レベル5ぐらいじゃない匠レベル5相当の切れ味を誇ってます。まあ、80% なんで、まあ、前後はすると思いますが、まあ、何回も試してないんですけど、今回は27往復できたんですけど、まあ、ここら辺前後するんで、もっと多くなったりもする、しますし、少なくなったりしますし。まあ、それでも、まあ、それでもまあ、3倍ぐらいは切れ味ゲージ増えるんじゃないかなと思ってます。なので、ラージャン体験とほぼ同じぐらいの切れ味は誇ってるのかなと思います。それぐらいのポテンシャルはあるね。やっぱ達人芸というスキルは。で、あと何よりね、マグロ体験使いたい理由ってね、かっこいいからですよね。一番使いたい理由っていうのは。やっぱかっこいいじゃないですか。ラージャンのなんかコンボっていうのもいいんですけど、やっぱり体験っつったらやっぱこういうちゃんとした刀を使いたいよなっていう気分になったりするんで、やっぱこっちの方が僕的には好きかなって感じですね。あとは好みです。攻撃力も大体同じですし、あとは爆破で固定ダメージ出したい方はこっちでいいですし、切れ味、もっと安定したいっていう方は、ラージャンでいいですし、僕は、マグロ体験の爆破属性とあと見た目が好きなんで、こっちにします。以上です。で、あとは装備かな？あとは装備の詳細の方を教えましょうか。まずは、防具の種類。上からカイザー X、ガイアデルムだっけ？ダスボスの銅。で、ベリオ X、レイクス X、インゴット X。になってます。で、お守りが、攻撃3スロ1のお守りなんですけど、スロット2が2つ空いたスロットならば、攻撃力をレベル1落として、全く同じ装備を作成することが可能なんでね、これと同じ装備が、攻撃力はレベル6になりますが、それ以外は全く同じ感じにできます。で、上から順番にカパーって、ね、一時停止しながら見てください。こんな感じのスキル構成になってます。まあ、連撃は入れといた方がいいよ。で、装飾品なんですけど、装飾品こちら、こちらも一時停止しながら見てください。上から、弱点特攻とかね、対絶とか、達人芸とか、長身とかいっぱいありますが、こんな感じの装飾品となっております。特にね、難しい装飾品はないんで、すぐにできるかなと思います。ってな感じ。ハンターランク、マスターランクじゃない、マスターランク100になって、特殊魔界マガロドのクエスト出ないとね、こちらの武器は作成できませんが、作成した方はぜひね、こちらの装備作成してはどうでしょうか。ハマります。まず見た目がクソかっこいいんで、モチベーションアップにつながりますので、皆さん、ぜひね、この装備真似してみてください。ということで、以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。